え皆さん、こんにちは。飛び協会のショートメッセージのお時間です。神宮寺斎蔵です、えー。今日はですねあの、2023年の3月27日なんですけれども、えー、昨日が3月26日の日曜日でした、えー。ちょっと礼拝後にですね、飛び出していかなくちゃいけない要所要がありまして、えー、配信、収録、収録配信ができませんでした。失礼いたしました。一日ずれて27日の今日、えー、収録配信しております。お許しください。 昨日はですね、2023年3月26日、受難節第5手術礼拝という礼拝が行われました。昨日はあの冷たい雨が降ってまして、朝から寒くてですね、えー、ちょっとこれは、あの、ね、あの、そうですあの、伺えないという電話も何本かもらったりして、今日の礼拝は、えー、出席人数が少ないのかななんて思ってたんですけれども、えー、すごく懐かしい方が来てくださったり、 新しい方が来てくださったりね、えーまああのえー、全然問題なく、えー、皆さんで礼拝できたので、まあ、神様もおつなことなさるなぁなんて思いましたけども、えー、ちょうど年度末の最後の日曜日になるんですかね、はい、いろんなあのご用事がある方もいらっしゃったりして、えーまあ、お忙しい中、えー、集ってくださった方と一緒に、えー、礼拝をすることができました、はいえー、それではショートメッセージ始めていきたいと思います の礼拝の中ではメッセージの後に賛美歌21の300番十字架のもとにという賛美歌をみんなで歌いました、えー、旧賛美歌54年度版は262番ですね262番が古い賛美歌の番号です、えー、賛美歌21では300番十字架のもとにという賛美歌、えー、ご一緒に歌いましょう 「十字架のもとに我れ 美しく輝くその光を昨日の礼拝の聖書のテキストは、ルカによる福音書、20章の9節から19節、ルカによる福音書、9節から19節までを読みにします。 イエスは民衆にこの例え話を話し始められた。ある人が武道園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、武道園の収穫を収めるために、しもべを農夫たちのところへ送った。ところが、農夫たちはこのしもべを袋叩きにして、何も持たせないで追い返した。そこでまた、他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべをも袋叩きにし、 侮辱して何も持たせないで追い返した。さらに三人目の下部を送ったが、これにも傷を負わせて放り出した。そこで武道園の主人は言った。どうしようか。私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは後取りだ。殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。 そして、息子を武道園の外に放り出して殺してしまった。さて、武道園の主人は農夫たちをどうするだろうか戻ってきて、この農夫たちを殺し、武道園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。それでは、こう書いてあるのは何の意味か家を建てる者の,の捨てた石。これが隅の親石となった。 その石の上に落ちるものは誰でも打ち砕かれその石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまうその時立法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例え話をされたと気づいたのでイエスに手を下そうとしたが民衆を恐れたえ以上になります、えー、昨日のメッセージは「あの捨てられた石」というタイトルでお話しさせてもらいました あの僕自身は先週にですねちょっとあの歌の方の仕事で山口とそれから広島という、まあ、中国地方ですね、まあ、山口はふるさとですしで一緒にあの行動したあの仲間も広島があの、えー、ふるさとなので、まあ、あの慣れ親しんだ地に帰ったような感じでしたけども、えー、と山口と広島の間にちょっと時間があったので。 えー、あの広島でですね、まあ、実はの子供からですね、えー、お土産はいいからあの原爆ドームの、ね、写真を撮ってきてほしいとで原爆ドームっていうのは例えばあの教科書とかね載ってるけれどもあのいつも決まった方角からしか見えないのであのなんか原爆ドームを全方向から撮ってほしいというそういうオーダーが来たので撮りに行ったんですねで、まあ、今あのサミットが近いのであの外国人の。 観光客の方も多くて、まあ、もちろん警察官も多かったですけどもねなんかのサミットのせいで広島フラワーフェスティバルという大きなもう何十年も続いているお祭りがゴールデンウィークじゃなくなってずれ込むらしいんですけどねこんなこと初めてだなんておっしゃってましたけどもまあ原爆ドームの写真を撮りに行ったんですで撮った後に、えー、これ初めて入ったんですけども近くにですねレストハウスというのがあってそのレストハウスというのは、えー、その被爆当時燃料会館と言われていた。 あのどの写真を見ても、ですね原爆ドーム、落ちた直後、原爆ドームに一番近い、えー、崩壊してないビルがあるんですね、川向こうに、それが燃料開館という建物で、まあ、ちょうど爆心地に向かう壁が窓一枚なかったので、それがこうそうしたんじゃないかということですけど、ども、で、ま、も、あ、熱線と放射線を浴びて、えーまあ、そのビルのですね、えー、中身はぐしゃぐしゃになっちゃったんですけども。 あのそのビルには37名の方がいらっしゃったんだそうですであのその37名の方いらっしゃったんだけどたまたまその朝、えー、事務員さんが忙しそうにしてるから悪いなと思って自分自身で普段行かないけれども地下の書類庫に行って書類を取りに行っていたとでそのお一人そこ野村さんっていうことなんですけど野村さんお一人だけがその地下で、えー、命助かって上にいた 1>, あー1階以上にいた36人はみんな死んでしまったというえその瓦礫の中からよこれちょっと出てきた野村さんが見た光景なんかがその,、まあそのですね、ビルの枠が倒れてないものですからその枠を利用してですねそこをレストハウスとしてそのいわゆる、えー、いわゆる保存してあるわけですねそれが見れるわけですそれでその野村さんの物語も中に入って読めたりするんですけど、まあ、僕はあの初めて入ったんですね。 園、まあ、野村さんはその光景をいろいろ語られたんでいらっしゃいましたけどももう本当に目を追うような信じられないような風景がいろんな爆風がこうなってたんでしょうねその横の川の水がこう渦のように空中にあのなんかこう龍のようにあのなんかこう巻いてたとかね、えーまあ、それこそいろんなとても、えー、信じられないような光景を語っていらっしゃいましたまあ,あのその当時47歳でいらっしゃったのかな。 そこからその80代だったと思いますけどお亡くなりになるまではそのことをですねずっと語ってらっしゃったとあ、ね、あの今日はその1週間はですね今日読んだ「ブドウ園と農夫のたとえ」この「ブドウ園と農夫のたとえは」は、まあ、頭の中に置きながらどういうメッセージしようかななんて考えながらしていたので、えーこうまあ、私たちはですね神様から預かったその託されたこの農園をですね 争いの中でこんなふうにしてしまったんだなというような、まあ、そんなことを思いました農園というか、まあね、与えられた私たちのこの世界をこんなふうにしてしまったんだなという、まあ、その改めて広島で思いましたでもまあその全、まま、く何もなくなってしまったあの広島の街からですねでも実りの可能性を信じてですね、えー、貫いて生き,生きてきた人がいらっしゃるんだなということも実感できましたあの原爆のの横でも、ね、高齢者の方が まあ、あの10分時間くださいとねお話できます私の体験をなんて言ってそういう方が何人かいらっしゃいましたね、えー、そういうふうに、まあ、あの本当に、えー、実りの可能性をですねちょっとの可能性も何もなくなった広島でその可能性を信じてそこから貫いてこられた方、ねえー、がいるからその意思が引き継がれて、えーまあ、あのいるんだなということを、まあ、広島で改めて思いました。まあ、あの今もねその ヨーロッパの戦火でではですね本当に街が破壊されてしまって本当になんかこう、えー、希望がないような状況がよく目にしますけれども私たちはそのこの実りの可能性っていうのはね信じなきゃいけないんだなっていうふうに改めて思いました今日のテキストなんですけれども、えー、偶話と呼ばれますあの例え話っていうのは何かどれかが現実にリンクしてたりすると例え話というそうですけども「偶話」っていうのは 出てくるメタファーが全部これはあれでしょあれはこれでしょってこう当てはまるだ今日のようなお話は偶話というんだそうですけれどもまああの分かりやすく当てはまると思いますまずどう園という設定旧約聖書の世界でもそうですけれどもどう園というのは神様が実りある結果を期待して時間労働配慮忍耐を大いに注いでくださるのがどう、えー、畑というなんかイメージなんだそうですねイザヤ書5章 にですね、私は歌おう私の愛する者のためにそのブドウ畑の愛の歌を私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていたよく耕して石をのぞき良いブドウを植えたその真ん中に見張りの塔を建て酒舟を作り良いブドウを実るのを待ったというようなこのイザヤ書の表現があるんですけどこのイザヤの時代以降ブドウ園といえば イスラエルの象徴、神がお与えくださったイスラエルの象徴なんていうことが言われることが多い,多いんだそうです。で今日の箇所はおのずと明らかですけれども神様がイスラエルの民を選んでその実りを託してブドウ園というそのブドウ園のはは話が始まる。だけどもそこにイスラエルの歴史は始まったんだけれども、えー、管理を任された人たちのというのはつまりイスラエルの民。でそれも特に宗教指導者たち。 で、あろうかと思いますであのいわゆるその、えー、主人から派遣されるしもべっていうのが、これ、旧約聖書の預言者たちのことですね。だけども、まあ、ここには洗礼者ヨハネも含まれているなんて言われてますけども、ところがどうでしょう、その実りを自分たちのものだけにしたい、えー、農夫たちがですね、つまりイスラエルの民たちがですね、その、えー、しもべ、つまり、えー、預言者たちをですねことごとく拒否した。 で拒否するどころか、えー、次第にエスカレートしていった。えー、ちょっとしたことから事件がで大きくなるような感じでしょうかね、よくあるパターンと言いましょうか、まあ、人間っぽい展開,展開だなと思います。追い返すっていう言葉がですね、追い出すに変わって、それから放り出す、投げ捨てるというような乱暴な言葉にだんだん変わっていきますね。構わない、やってしまえというようなノリなんでしょうか、だんだんエスカレートしていく。もちろん最初の 主人からの下辺の時は、この農夫たちも緊張したと思いますね、だけども、一遍追い返して、ね、えー、放り投げたら、まあ、それがいわゆるある意味、えー、超えてしまったんですよねで、2回目来ても、3回目来ても、だんだん荒々しくそいつらを放り投げてしまう、ねえー、で、愛する息子を送ったら、言うことを聞,聞いてくれるんじゃないか、この愛する息子というのは、えー、言,え言えばイエスのことを言っている、まあ、そのことはお分かりだと思います。 園の外に放り出して、園の外に放り出して、葡萄園の外で、えー、つまり殺してしまう、その愛する一人息子もね、えー、つまりイスラエルの指導者たち、えーまああのえー、これを聞かされてですね、えー、16節の最後の展開は、まあ、彼らの肝を潰させるようなものであったわけです、戻ってきてこの農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるに違いないという。 えーまあ、自分たちをこのまま殺されるっていうのかいみたいなことですよね。えーまあ、ですからあの、えー、つまり立法学者たちはイエスが自分たちに当てつけたこの例えを話されたんだということに気が付いてイエスにもう手を下そうとしたそれぐらいもう、まあ、怒りが出てきたのか恐怖が出てきたのか、えー、この例え話の物語を聞かされた、えー、あのこの出てくる民ではなくてですね 初期のキリリスト社たたちちちはめちゃめちゃゃアルなあの例え偶話だったそうですつまりこのイエスのこの聖書が書かれている物語はイエスが生きている時代ですけれども書かれたものはですねおそらくその西暦80年から10年20年ぐらいの間に書かれたんじゃないかと言われていますで西暦の70年頃にですねあの、えー、つまり ローマ軍によって、えー、エルサレム神殿はもう叩き壊されてますからでこの叩き壊された後にこのルカが、まあ、あの伝承が文書になってそしてルカ福音書っていうのを担う群れができて,ていったのでその最初の人たちはこの、えー、例え話を聞いた時にねあのやっぱりエルサレム神殿が崩壊したのはイエスを拒否したことに対する神様の罰なのだ ね、この時のイエスの例え話はその後現実になったのだと、まあ、この最初のリスナーたちはすごくリアリ,がリアリティがあったようなことだったと思いますはい、まあ、想像しかできないんですけどもねで今日の箇所の最後に立法学者や最初たちは自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたと、ね、さっきお読みしましたけども、まあ、イエスは民衆に民に語りながらも別の対象へこの例え話も、えー ぶつけていたと、えっと、まあいわゆる何んとか偵察に来ていたというか観察に来ていたというか何をしゃべるんだってこう見に来たその、えー、宗教指導者たちにも向けてもちろん民にも言っているんですけれども、えー、そういうふうに言った、まああのえー、むしろその指導者たちにイエスは言いたかったんじゃないかななんて、えー、これも想像ですけどそんなふうに考えたりします。 意味的にもこれは日本をこうあるなんて言われてまして神の罰で神殿がなくなったんだという意味ともう一つはいわゆるその最初に与えた農夫たちではなくて他のものにあるっていうことはまあ違法人に広がっていく違法人への福音の広がりという意味もしているというふうにいわれています。 ユダヤ社会の中では、神様のことといえば、立法学者、最出張たちが仕切、ね、るという、そういう構造からですね、まあ、イエスは福音は、その違法人の世界にどんどん広がっていくという、そういうことを意味したんじゃないかというふうにも考えられています。家を建てる者の捨てたいし、これが墨の親石になった、これもとても有名な聖句ですけれども、支援の118編からの引用をですね、それから、イザヤ書の8、ね、章にこんなイメージがあるんですね。 主は聖女にとってはつまずきの石。イスラエルの両王国にとっては妨げの石岩。多くのものがこれに妨げられ、倒れて打ち砕かれる。そういうイメージが重られた、重ねられたんじゃないかというふうに言われています、まあ。イエスは拒絶されるけれども、それは決して書くことのできない大きな重要な親石になるのだということです。ここでの使い方のようにですね、捨てられた石。 それが隅の親石になるという。まあ、あの？この言い方は初代教会からですね。えー、まあ、十字架にかけられて死んで復活をされたイエスの重要なこの呼び名になったと言われています。捨てられた石それが隅の親石、親石親、石隅の頭頭頭頭頭頭頭石親石となるのだということが。もう。それはもうイエス様だっていうね。初代のクリスチャンたちからもうそのイメージで、えー、語られていたそうです。 まああの今日の葡萄園の偶話のイメージをこう広げていきますとですね私たちのこの人生というのは言うならば神様から葡萄園を託されたようなものなのかもしれないなと思ったりしますこの世界のですね私たちのこの人生のですね私たちの,このいるこの世界の主人というのはやっぱり私たち自身ではなくてですね えー、神ご自身が、えー、主であると私たちはそう信じていますけれども、えー、どんなにしてもそれこそですね跡取りの息子を葬り去ってもですね、えー、私たちはこの世の主人にはなれ主人公にはなれても主人にはなれないですね、えー、なれないと分かっているのに私たちはですねついそのおなんていうか、あのー、な忘れてしまうといいますかなんとかこのテリトリーを。 自分のものだけにしたい自分たちのものだけにしたい自分の家族だけのものにしたいと自分の仲間だけのものにしたいという、まあ、そうせこくですね、えー、守ろうとするんだと思います、えー、そしてまあ言うならば私たちが排除してしまった相手において、まあ、つまりあのイエス様っていうものをですね、えーこのえー、排除させてですね、まあ、排除する前にイエス様を通して この園にこの武道園にこの私たちのこの場所にですね何をお伝えになろうとしたのかまああの排除された側の気持ちはですね相手にされなかった気持ち押しのけられた方の気持ちは、えーまあ、全然私たちいつも実感できないそういうあの生き物ですけども、えー、まああのそういうですねあの 小さくされた側の気持ちっていうのを想像できずに、うん、まあいろんなとこにあの置いてきぼりにそういう問いを置いてきぼりにしてるんじゃないかななんて思ったりします振り返ってみると。えー、収穫をめめさせるたで、ねまあ、例えの中ではそういう表現になってますけども神様から与えられたこの例えば人生という名のブドウ畑そこで神様に納めるべき。 収穫とは何だと考えればいいんでしょうかね。えー、豊かに実るブドウとは何を意味するのかな、えー。その初代の教会の人たちが聞いたまだ感覚と私少し私たちのこの現代だと違うかもしれませんけれども、私たち今この御言葉を聞いてこの空話を聞いて何を実りとは神様に捧げる実りとは何なんだろうってことをおのの考えたいと思います。もちろんですね、そのお金とか。 ね、金銀財宝が実りだとはやっぱり思えなくてかといってそのじゃあ立場とか、ねえー、名誉とかそういうものが神様への実りになるのかっていうとそうででももないですもんねそれはそのイエスというイエスを通して神の愛を伝えられてるわけですからイエスというものを私たちが仰ぎ見れば何が実りなのかっていうのが分かってくると思いますおのずと。 それを命を落としてですね教えてくださったのがイエス・キリストというお方です家を捨てる者に捨てられた石捨てられた石であるそのイエスそのイエスを私たちがいわゆるイエスを見上げればその実りがおのずと分かってくるんじゃないかということだと思います家を建てる者を捨てた石これが罪の親石となったという惨めに見捨てられたイエスがですね そのイエスが罪の親意志になって、要意志になってですね、えー、行くと。傷つけられ、排除され、軽蔑され、馬鹿にされて、暴力を振るわれる側にこそ、やっぱりその神の道からが働くんだという、それが屋台骨を支える中心の石になっていくんだということだと思います。その石の上に落ちるものは誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押し潰されてしまう。ね、どうか、この私たちのですね、 浅はかなこの思いが打ち砕かれますようにと思います、えー、この安易なですね平易なプライドの高ぶりをどうか押しつぶしていただきたいなと思います立法学者や再始聴たちのみならずやっぱり私たちのこの歩みにとって、えー、その隅の親石が必要なわけですねえー、イエス様がその御言葉が私たちにとって必要なんだと思います 必要ででないよってて言われてですね捨てられたそのものによって、いや、実は、捨てた側が、えー、救われていくという、まあ、そういう驚き、これはまあ、福音の本質かもしれませんけれども、えー、今日の人々は、そんなことがあってはなりませんというふうに言いました。まあ、私たちもきっと、そう言うだと思います。そんなことがあっちゃいけません。ね。 えー、そう生きるのを難しくしているのは私たちの中にやっぱりあるものだと思います、えー、仲間意識や、えー、支配欲や独占欲とかね、えー、やっぱりその群れをなせばそこに力が生まれて、えー、排除する排除しない認める認めないっていうもちろんそのあのそこにですね必要以上のパワーが働いてしまうとやっぱり、えー、世の中見渡し,してもですね、えー どうしてもそこにあの、えー、なんていうか今日の実りとは程遠いものが、えー、浮かび上がってきあしませんでしょうかねまあ,あの私たちもですね、えー、神様が忍耐強く我慢強くですね、えー、諦めずにそんな私たちのこの歩みに関わってくださっているということを一生懸命あの受け止めたいと思います。 今一度思いい起こしたいなといそして今日の見言葉なんですけども今日の話なんですけど物語なんですけどももう一つ届いてくるメッセージがあるように思うんですよ。一番最初にですねあのまあ私たちその得て勝手な祈りをしてですねあのつまり神様を求めているような祈りをしますけれども実はあの一番最初に主人が。 今日の例えで言うならば、えー、ぶどう園を作ってですねそれをですね農夫たちにこう託すわけですよで彼はここにいわゆる実りを期待して託す頼むぞっていうふうにこう貸し出してるわけですねつまりその、えー、私たちは「神様僕私たちの願いを聞いてくださいお願いします」ってこう私たち側から神様を求めてるようなイメージですけれどもでも 今日の主人のようにまず神様が私たちに期待してくださっているんだと託してくださった任せたぞってね実りを期待しているぞっていう私たちに対して希望を持ってくださっている神様側からまずこれをあの改めて今日思い起こさせられました私たちは都合の悪い時だけね都合のいい時だけ神様神様なんて祈ってですね期待してしまうんですけども まあ、自分よがりで願ってしまう。しかし、それ以前から、それ以上に、言うならば根本的に、いつも私たちは、主に求められているんだと。期待されているんだと。そのことをですね、心に留めたいと思います。そして、私たちに求められているその実りとは何なのか。そのことをですね、イエスの歩みを覚えながら、この樹難説、考えたいと思います。 イースターへの歩みをしっかりと進みたいと思います、えー、まあそういうお話を昨日はさせていただきました、はい、一言最後にお祈りさせてください私たちの命の源である聖なる神様あなたの皆を賛美いたします私たちはあなたが託してくださったこの世界を本当に、えー、あなたの御旨に反することばかりを起こしてしまっています小さなことからこの大きな全体まで 本当に、えー、あなたの身胸に沿わないことばかりのような気がしてなりません、そこには私たちの欲が働いたり、えー、横島な気持ちが働いたり、それこそ、えー、不必要に右往左往して、混乱を招いてしまったり、とにかく私たちのおこのお足のばたつきがこの世界をこのようなして,こしているんだ、そんなふうに受け止めています。 あなたが託してくださったこの世界の中で、みのりへの希望を手放さずに、心を騒がせずに、あなたが共に歩んでくださっていることを信じ、進んでいきたいと思います。どうか私たち、今、祈りを合わせてくださっています一人一人を大胆にあなたがお持ちくださいますように、そしてあなたの御業を進めてくださいますように心から願います。たった今、暴力のもとで苦しんでいる人、傷んでいる人、 身動きが取れない人、恐怖に怯えている人、どうかあなたが共にいてくださいますように、そしてあなたがこれからの解決の道を整えてください、お願いいたします。また、体のこと、心のことで身動きが取れない多くの方々を思います、どうかあなたが癒し、そして励まし、これからの道を導いてくださいますように心から願います。この癒しき小さき祈りを お祈りを合わせてくださってます。皆さんのお祈りと合わせて、復活の救い主主イエスキリストの皆によって見舞いにお捧げいたします。アーメン はい。ということで、えー、今日のショートメッセージは以上になります。えー、今回は一日ずれてしまったことをお許しくださいね。またでも、ね、これからあのだんだんですね、やはりあのいろんなことが動き始めてきています。えー、新年度は、えー、例えばあのおー、ジャッジコンサートなんかにもね、お声掛けが少しずつ入ってきました。ね、この3年間、フリーズしていたものが少しずつ動き始めているので、またあの、えー、申し訳ないですけど変則的な あ収録配信のことがあるかもしれませんけどご了承くださいますようによろしくお願いいたします新しい一週間皆さんの歩みが心と体が、まま、守られて祝されてそして導かれますように心からお祈りしています、えー、またあ次の日曜日にお会いしましょう神野内太郎でしたありがとうございました